ここで何が？崖際で握手した後、私たちは敵から逃げ惑いながらこの林に入りました。そして中島さんは敵に跡形もなく食べられてしまったんです。私は怖くて何もできませんでした。ですが、過去を変えられる渋沢さんなら中島さんを助けることができるのではないですか。中島さんはちょうど今渋沢さんが立っているあたりでバラバラにされました。どうか声をかけるなりして未来が変わる可能性を見出してもらえませんか。もう時間がありません。お願いします。わかりました。できるだけのことはやってみましょう。ありがとうございます。すぐに戻ってきますよ、中島くんと一緒にね。昨晩の時点では池は水のままだった。泳げない上に過去に戻った先でも吐くほど息が乱れているのならば、まず溺れ死ぬと踏んだが、誰も水死体には気づかず、今朝と同じように池は凍りついたか。